つくば FC は、茨城県つくば市を本拠地とする、サッカークラブである。本項目では主にクラブ全般並びに関東、サッカーリーグ所属の男子トップチームについて記す。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。レディースチームについては、つくば FC レディースの項目を参照のこと。ジュニアスクール、ジュニアユース、ユース、ガールズ、レディースチーム。 トップチームが活動している。スポンサーは60社程度。運営母体は、男女トップチームが、株式会社つくば FC、有水化の育成世代を含む、スクール部門が、NPO 法人つくばフットボールクラブ。すべての人が、生涯、素晴らしい環境でスポーツを楽しめるようにすることを、理念に掲げ、生涯スポーツとしてのサッカーの普及を目指している。 土浦市に本社を置く、ホームセンター大手のジョイフルホンダと業務提携を締結しており、同社参加のスポーツクラブ、ジョイフルアスレティッククラブにいて、筑波 FC コーチ陣の指導によるサッカースクールを実施している。ジュニアユースチームは育成を主眼とするため入団時のセレクションを行っていないが、高窓の宮杯全日本、ユースサッカー選手権大会の茨城県予選を2位で通過し、 関東大会に出場したこともある。男子トップチームはチーム名をジョイフル本田つ筑波 FC としており、国立筑波大学の学生が中心となって設立した学生ベンチャー企業である株式会社筑波 FC により運営されている。茨城県社会人リーグ2部所属だったジョイフル本田サッカー部を承継したもので2013年に関東リーグ昇格を果たしている。 2009年からは、筑波大学集級部とも提携しており、同大学の OB を受け入れているほか、現役部員にも出場機会を与えている。なお J リーグ、日本フットボールリーグ加盟に際しては、少なくとも原則として、座席5000人以上収容規模のスタジアムを、ホームタウンに確保する必要が義務付けられており、現在筑波市にはそれに対応した施設がないが、 つくば市が2019年に茨城県で予定される国民体育大会の主会場を、さらには2020年東京オリンピックのキャンプ会場として使われることを念頭に J1 リーグ開催基準を充足する3万人規模収容の陸上競技場を中核としたつくば市総合運動公園の建設計画が予定されていたものの、2015年8月の住民投票で、 建設計画反対票が多く、開発が凍結された、J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。しかし2016年1月のスポーツ放置によると、同地で、つくば市の民間団体が中心となって、プロ野球、読売巨人軍の2軍、3軍用本拠地の活用を中心とした、新たなスポーツ施設の建設計画が予定されている、スタッフ選手選手。 ありがとうございます。